適合合子細分化法は、アダプティブ計算における、格子生成法の一つである。アメールポーと呼ばれることが多く、解適合合子とも呼ばれる。数値流体力学の分野において、1984年に、マーシャベルガーラによって提案された手法である。解適合合子法における、格子細分化の様子数値解析では、多くの場合に、空間格子で離散化を行うが、 その際に、空間分解能の高さが計算結果の精度の良し悪しに大きく影響することが知られている。均等に細かい格子を用いると高い空間、分解能で計算を行うことができるが、必要とされる計算機のメモリ量と計算時間は膨大となってしまう。そこで、計算領域内の計算界の勾配が急な場所に、関して細かい格子を配置し、 勾配が緩やかな場所には、荒い格子を配置することで格子点分布を最適化し、限られた計算機リソース内で、計算精度をできるだけ高めることができる。このように効率的に空間格子を細分化する方法が、快適合合子法である。快適合合子法における格子の細分化には、いくつかの方式があり、代表的なものとして知られるのは、 セルベース方式とブロックベース方式である。それぞれの特徴を以下に示す。セルベース方式とブロックベース方式による、細分化のイメージ、適合合子細分化法。天文学辞典。2019年6月3日閲覧。松本道明。適合合子細分化法による、磁気流体シミュレーション宇宙磁気流体、プラズマシミュレーションサマースクール千葉大学。 芝大学。2019年6月3日閲覧。ベルガー、マーシャ・ジェイ・オリーガー、ヨゼフ、アダプティブ・メッシュ・リファインメント・フォー・ハイパーボリック、パーシャル・デファレンシャル・イクエーションズ。ジャーナル・オブ・コンピューテーショナル。フィジクス53、484-512、ドイ、10.1016。 零零二一から九億九千九百十九万七十三から一、一瞬零零二一から九千九百九十一、http コロンスラッシュスラッシュ www.sciencedirect.com スラッシュサイエンススラッシュアーティクルスラッシュ p スラッシュ零零二一九九九一八四九零零七三一。ありがとうございます。